国民年金、厚生年金に加入されている方に届くですね、年金定期便なんですけれども、まあ、毎年1回ですね、届くわけですけれども、まあ、何が書かれているかと言いますと、まずこれまでね、年金に、公的年金にですね、どれぐらい加入されたかという、そういう加入期間がね、書かれています。まあ、国民年金に何ヶ月入ってたとかですね、厚生年金に何ヶ月入ったとかですね、そういったことが書かれています。で、合計何ヶ月入っていたかと、そういうのは加入期間に関することがまず書かれています。で、2つ目はですね、老齢年金の見込み額が書かれてますね。まあ、50歳以上の方の場合、まあ、この老齢年金の見込み額といいますのは、現在加入をされている制度に、これからも引き続きですね、60歳まで加入し続けたとした場合の老齢年金の見込み額と、こういうものが書かれています。ですから、まだ全然確定の数字ではありませんのでね、ご注意をください。そして、厚生年金基金にもね、加入されている方がいらっしゃると思うんですけれども、厚生年金基金ですね、国のやってます、老齢厚生年金のね、まあ、一部を代行するということなんですけれども、その厚生年金基金の代行部分、これについては、この年金定期便の、この、年金額ですね、年金見込み額の中には、含まれていませんので、50歳以上の方の場合ですね、この点にもご注意いただきたいと思います。そうですね。で、よくこの表の、年金の見込み額の記載のところで、この年金定期便を見せていただいて、ご質問を受けることがあるんですけれども、まあ、例えば、現在60歳になられるようなですね、男性の方の場合、61歳から、いわゆる60歳代前半の老齢厚生年金、まあ、報酬比例部分のみ、の年金を受け取るということになりますけれども、この老齢年金の見込み額のね、この表のところも、特別支給の老齢厚生年金というような表記になってますね。で、その中の報酬比例部分というのがいくらなのかということが書かれていると思います。で、65歳になられたら、老齢基礎年金とですね、老齢厚生年金、それぞれ分けてですね、金額が見込み額が書かれていると思います。で、老齢厚生年金の方は、報酬比例部分というところと、経過的加算部分ですね、そういったものが書かれています。